ちょっと待って、おはようございます、カイチです。なぜか狙われております。あれ、いたっけ。はい、皆さんお帰りなさい。じゃあ行きましょうか。まずは動けないようにしていかないとね。お、これでも動くんだ。ここにいるということでですね、今日はまあ本当にあとガーナの討伐ぐらいしかやることなさそうなんですけど、というか行ってもいいっていう感じかな。で、自分は初見プレイでまだ行ったことないので、なるべく遠回りをしようかなと思ってます。なので今写し絵の記憶あと5箇所か、ここを回っていこうと思います。これか、順番に行こう。あー、はいはいはい。これこれ双子山だもんね。どの辺だっけ。ここか。どっちの方が標高高いんだろう。おそらくこの辺、この辺から見てる感じだね。あの谷がきっちり見えてるから、ここだよね。この延長線上のここだ。この池が見えてるところだな。行ったことないね。ロッテのチョコパイを食べながらやっていきます。そろそろ燃料が切れるんだよね。これライトつくんだ。へえ。これ昨日手に入れたばっかなんだよね。お、この辺じゃん。この辺でしょ。この辺だよね、多分。とこっちか。砂浜が見えてた。この辺だ。この辺にあるはず。この辺でしょ。ああ、これだ。この盛り上がり。じゃあここだ。よし。じゃあここバイカーの方が見えますか。
これからゴロンシティに向かいます。あの神獣とダルケルの相性を高める調整を行わねばなりません。何度か動かせたとは言ってもまだまだ未知の部分が残されています。それでもあれは人の手で作られたもの、人工のものならきっと理解できますし、使いようもわかります。だから私は必ずあれを厄災ガノンに対抗できるよう仕上げてみせます。あなたはその背中の剣を使いこなせていますか。その剣に宿るという内なる声、それが聞こえているのですか。なるほど。なるほどね。まだ今のはゼルダのちょっとした嫉妬心があったってことかな。ちょっとね、考え、感傷に浸ってる暇がないというか、音楽が戦闘モードになってる。これってこれって最初の方にある城のどっかかな。うわー、ここ絶対通ったな。あの右下のやつでコログ手に入れたんじゃないかな。雪山と橋か。まあいいか、とりあえず順番に行ってみましょう。これはうん、この辺かな。んで多分ここ行けばあのおっちゃんが教えてくれると思うんだよね。多分このあ、そうだね。おおおお、めっちゃ崖じゃん。地蔵地蔵、どこ？あ、竜寄り道。ちょっとね、うろこが欲しいんだけど、あれでも炎じゃないの？でも見たことない。見たことないぞ。オルドラ炎だからかな？うろこが。あ、オルドラだ多分。オルドラのうろこが確か必要なんだ。ちょっと行かないでマジで。鱗が欲しい。うわ、間に合わんなこれ。うわうわ、飛んでった。この辺だね。お、あった、これか。場所的にもやっぱリーバルの話かな。
やはり反応しない。この方の遺物は大魔の剣に選ばれた者のための施設、それは間違いないけれど、肝心の起動方法がわからない。どうすればこの中に入ることが。今日は付き添わなくてよいと伝えたはずです。いくら国王の命令であっても、当の私が護衛など必要ないと言っているのです。城に戻り、父にそう伝えてください。ついてこないでください。当たりかな。なるほどね。これどこだろうな。そうだな、この橋中央にある橋と中央奥に結構こう遠いところに城がありそうだな。ってことはこいつが見えながら多分この城が見えてるんじゃないかな。つまりこう来てこうね。いやでもこれ山なんだよね。距離的にも多分結構離れてるからな。この辺かな。この辺の平地ってことかな。またここで聞けそう。そうなんだ。ダルケルの守り、いつでも使えるぜ。橋か。ちょっと暗くて見えない。お、いいね。これでライネルとバトルか。これ面白いな。新しい。なんかやたらと全部クリティカルだな。背中が弱点か。あれ？
っていうかマスターソードって何言ってたっけ。あ、まだか。全部外れるね。あ、いた。痛い。お尻が弱点なの。じわじわとやられている。やられている。ガソリンがない。よし、来いや。俺や。これは姫静香といって絶滅危惧種の花なんです。少し前から人工栽培を始めているのですが、なかなかうまく繁殖してくれなくて。もしかすると絶滅するかもしれない姫なのです。で有名な食用種ですが、最近の研究で人の能力を向上させることが分かってきたんです。今城の者たちを対象に効能を詳しく調べているのですけれど、類まれな身体能力を誇るあなたにもぜひこの研究調査に協力してもらいたいのです。さあ、さあ、ゼルダの性格が分かってきますね。次はあと2枚だ。これはね、多分この橋だと思うんだよね。あ、でも短いか。あんな橋あるか。これ長いね。ちょっと見に行くか。これはね、でバックに雪山、岩山だね、あれ。
と、あ、木を探さないんだ。あの山じゃないのか。あれ？あれか？あれだな。あの橋か。これじゃなかったね。多分あれだ。ってことはあの木か。間違いないね。ここだな。よし。いつまで経ってもやみませんね。お父上の跡目を継ぐべく騎士の道を選び錬磨を続け、そしてあなたは大魔の剣に選ばれるほどの剣士に成長した。それは素晴らしいことだと思います。でも、もしもあなたに剣の才能が全くなくて、それでも周りの人たちからお前はこの絵の家に生まれたのだから絶対に騎士にならねばならないと言われたら、そう言われ続けたとしたら、あなたはどうしていたと思いますか？なるほど。ゼルダの悩みが結構大半だな、エピソードの。で、あれを見つけちゃったんで起動させます。遠い。うん、でこれがね全然わかんないんだよな。あー、あれかな。どこだっけ。なんか要塞みたいなとこあって、あ、鳥居跡、これだな。多分ここじゃない。いやー、当時は落とすの大変だったけど今は大丈夫だな。だいぶ使ったな。なさそうだな。ここじゃないのか。絶対どっかにうまい宿ありそう。で、大体うまい宿にいるカンギスさんがヒントくれるんで、もう誰かいる。サバーク。うん。フフ。
お、あ、ここなんだ。変なボーイ。これだ。噂の。ズキュン。ってあれじゃない？アニメの映画のサマーウォーズのあの AI 作った人の名前じゃない？なんこれ。ん？あちらの男性からですって、ここ別にバーでもなんでもないよな。おお、すげえ。それにしては安いな。ダルケルの守り、いつでも使えるぜ。あ、いたいたいた。いたいた。おい。おお。どこだ。歓迎す。歓迎す。あ、砂漠か。砂漠だから雨がないってことね。歓迎です。あれ、どこ行った。しまった、叩き起こした方がよかったな。え、いないじゃん。どっかで絵描いてんだよね、多分。
いたいや、ぜひラス1なんです。ラス1なんですよ。あ、そうなんや。へえ。じゃあ行きますか。そうだな、ここほぼ行ってないもんね。すげえ、めっちゃ追いかけてくるやん。そうなんだけどさ、確かにありそう、あの写真の場所。ありそう。近づいたら強制イベントとか始まりそうだよね。おお、何これ、マップが変わったんですけど。そうだよね、それは何かあるわ。ゼルダはどういう状況なんだろう。ヒーバルトルネードいつでも OK だ。めっちゃ回復早いな。さあ、あの場所はどこにあるの。おお、跳ね返しちゃうぞ。
く。この辺かな、雰囲気的にはめちゃくちゃ合ってる。お、すごいなんか昔のゼルダの音楽やね。こんな広いマップなんだ。リーバルトルネード、いつでも OK だ。超速い。これ乗れるんじゃない？ガーディアン落としか。動くんでしょ、どうせ。あ、動かんのか。え？ダルケルの守り。ここだけ歩いた、ま、場所は分かんないんだね。あ、厄災ガナンの位置が書いてあるじゃん。めちゃくちゃ近いと思うんだけど。この辺じゃない？
ギーバルトルネードいつでも OK だ。行くと当たっちゃうな。入り口の、あ、これか、これだ。この入り口の感じが似てるね、丸い。ってことはここ、ここで、この左下にあるんじゃない、円形の。この辺でしょ。どっちが思い出、思い出、非常にこの辺だと思うんだけど、この下か、これか、これか、ここでしょ、これだ。発見。ちょっとさ、静かにしてもらうか。ラス位置が見つかった。あ、うっそ。ちょっとさあ、ちょっと、あかん、間に合う、これ間に合う。過ごしてたわけだね。さすが広いな。お、ちゃんと残ってる。100年前の日記読みますか。発掘。あ、真珠の、真珠掘り起こす前の話かな。疲労を覚えた。あー、やっぱコンプレックスがあるんだね。うん、その思い出見たね。そういうところは苛立ちを覚える。あー、健闘家で何でも美味しく食べるそうだ。
光ってるんですが、ということはあれじゃん、ゼルダの部屋に向かう途中の思い出ってこと。さあラス位置めっちゃ気になるな。あ、でもよかったわ、吹っ飛ばされてここがどこか分かったから。あれが何の円形の建物なのか分かんなかったけど、ゼルダの部屋なんだね。この調子でガーディアンや神獣への理解を深めていけば、たとえ厄災ガノンが復活しても対抗する力は得られるはずです。ここで何をしておるのだ。ガーディアンの実験を見ていました。私たちが異物を完全に把握すれば、厄災への対応も。確かに古代異物の研究はハイラルにとって極めて重要だ。だがこの国の姫であるお前がなすべきことは他にあるはず。いつまでそうして己の役目から逃げ続けておるのだ。逃げてはいません。先日も勇気の泉に赴き沐浴し祈りを捧げ、異物に関わるのをやめ全ての時間を修行に注げと言うておる。厄災封印の力を身に宿す術がそれ以外にあるのか。わかりません。でも努力しているつもりです。けれどどうしても。だからせめて今の私にもできることを。言い訳は聞きとうない。王として命令する。今後一切異物に関与することは許さん。泉での修行に専念せよ。口さがない王宮の者たちに何と呼ばれておるかは知っていよ。出来損ないの姫、席を果たせぬ無才の姫。そうではないという証を立てるのだ。よいな。はい、お父様。まあでもこの12枚の写し絵でだいぶゼルダの印象が変わった。姫静かすごいな、残ってた。インパって誰だったっけ。ああ。かかりこ村の方だよね。
じゃあ一回出てインパバーさんとこ行きましょうかね。いや、お、あ、びっくりした。あ、まだあるんだ。立った、インパバーさんが立った。マジか。ってことはリンクがズタボロンされる時のやつかな。これはこの柱じゃない。ってことはこの反対側。この辺か。おお、そうだね、あの柱。これ取ってなかったらどうしてたんだろう。姫、ご無事ですか。あなたたちにお願いがあります。この人を海星の祠まで連れて行ってください。急いで、彼の命が燃え尽きてしまう前に。あなたは100年前の私との思い出を、そのすべてを取り戻してくれました。私はここでハイラルの城で待っています。
あなたが薬剤ガノンを打ち倒してくれる日を。ちょっとなんか感傷に浸ろうとするともうこういうのがいるんだよね。よし、報告しに行こうか。いつ寝てんだろうなこの人は。いいでしょうね。ちょっと待って、本当何の条件は。よし、ということで今回の目的のミッションメインチャレンジの方が終了しましたね。これか、写真曲ということで、あとは残るはガノン討伐のみです。でちょっといろいろこの辺回ってからにしようかなと思ったんですけど、さっきハイラル城入ってクリアしたくなっちゃいましたね。クリアした後もこれやれるんかな。よし、ということで、今回はここまでにします。今日の夜普通にやっちゃいそうですね、ガノン討伐ということで、ご視聴ありがとうございます。ぜひ、ショールームの方のフォローをお願いします。チャンネル登録の方もお願いします。はい。では、結構長いことやりましたね。ご視聴ありがとうございます。では、また次の配信でお会いしましょう。